今回はどんな人たちとバトルできるのかな。サポートセットを決めるのってさ、どんな相手と戦えるかな。さあバトルが始まるよ。今度の相手はどんな戦い方をするのかな。同盟バーストするにはまだ遠いな。次で今のバトルは面白かったよ。次も期待していい。ラウンド2。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。次も頑張ろうね。スキルポイントを割り振る項目を選んでね。新しい称号が手に入ったよ。次の対戦相手は次の相手はサッキア。サポートセットを決めるのってさ、どんな相手と戦えるかな。バトル前ってワクワクするよね。相手はどこ、いつも通りやれば大丈夫。押し切られちゃった。でも次はそうはいかない。よし、いけー。ここは慎重になった方がいいよ。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サポート。ラウンド2。あ、バトルは楽しむことが大事だよ。一定ゲージ満タン。せっかくバーストしたんだし、ガンガンいっちゃおう。レディングがいっぱい。あ、遠くの海に何かいるのかな。
テムが手に入ったよ。新しい称号が手、楽しいバトルを期待してるよ。サポートセットを決める。オッケー、よろしくね。緊張しないで、楽しんでいこう。ラウンド1、いつも通りやれば大丈夫。期待してるよ。今回のサポートセットはどんな相手と戦えるかな。どっちのサポートで行く。私はいつか狭いバトルリングだから追い込まれないようにね。
狭いバトルリングだから追い込まれないようにね。クリティカルを狙ってきた。
ート設定か。どんな相手と戦えるかな。さあバトルが始まるよ。張り切っていく。今度の相手はどんな戦い方をするのかな。次の相手はさっき足。今回のサポートセッション、楽しんでいきましょう。バトル前ってワクワクするよね。相手はどこ。自分の責任を信じて頑張ってみて。
バトルは見ていても面白いね。スキルポイントを割り振る。次の対戦相手は今回のサポートセット。オッケー、よろしくね。バトル前ってワクワクするよね。バトルを楽しむことが大事だよ。次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2。自分の僕の手に頑張ってみて。いきなりバーストなんてやる気だね。危ないと思ったら気をつけてよ。この成績ならすごい勢いで順位が上がってるよ。リーグ内でもみんな注目されてるみたい。順位が上がってきたね。この調子で一戦一戦勝てなくなってきたら中地トーナメントを制覇すると順位は変わらなくなるよ。リーグマッチやトーナメントも気軽に参加してみてね。